よいしょおお、我ながらやるね。さあ今日はですね、千葉県は千葉市にありますエースゴルフクラブさんにやってまいりました。見れば分かるように上から下までバッチリこう決まっておりますけども、こちらもね僕のクラブでね、見てください、この無駄な作り。なぜここにスワロスキーが必要なんでしょうか。私なんとですね、ゴルフ歴6年、はい、ベストスコア92。今回から始まったこのゴルフ企画ですね、目標89、この89ギリ、これをですね、やってみたいと思います。それではね、エースゴルフ行ってみましょう、ね、よし。突然始まったゴルフ企画。このコーナーはゴルフも大好きな薬師寺康英がプロに教わりながら上達していくためのコーナーです。まずはですね、リバティの代表取締役青山さんですね、はい、それからこちらのエースゴルフクラブ所属なんですか。まあ、代表なんです、はいはい、石井さん、はい、石井です、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。プロ、はい、ゴルフの、はい、もともとその、はい、なんか共通の友達がいて、はい、そこでまあ知り合いになって、はい、ゴルフを通じてまあ知り合って、はい、まあ、私もエースゴルフクラブの代表でやらせていただいてるんですけれども、はい、まあ、今日さん、そうです、あの、はい、私をサポートしていただいてるんですね。で今日は実際にここにショートコースがあると、はい、そうです、はい、そこで振りもね、はい、チェックしてもらいつつショートコースの方でいいですか、はい、じゃあ早速そのね、あのエースゴルフさん の、 あの自慢のショートコース、はい、お願いします。はい、行ってみましょう、はい、お願いします。さあ、ここはですねジャパンゴルフクラブのショートコース、ジャパンゴルフに、はい、まあ、練習場に併設されているショートコースですね、はい、なるほど、はい、3ホール、そうです、まあ、3ホールと、はい、まあ、この練習グリーンを使って4ホール目にしたりしなかったり、なるほど、アプローチも練習もできるし、パターンも練習もできて、はい、そうですか、ちょこっと3ホール回れるみたいな、はい、パー3全部パー3です。パー3ですね、はい、まずじゃあプロのですね、やっぱりこのピシャーンとこう寄るやつを見せてもらいましょうかね、はい、柔らかいなあ、戻ってきちゃいましたよ。こっちはい、そうなんです、傾斜してるんです、傾斜してるんですね、うん、ヤクシーさん、はい、何ですかそれ。68ヤードで、ね、これヤッシュネルっつってね、ブッシュネルだ。あの距離測定器、そうですよね、はい、それ聞いてれば多分僕みたいです。あんた何回回ったことあるんだよここ。お、良さげ、あ、似たようなとこじゃないの。回しそうじゃないですか。ね、素晴らしい、ありがとうございます、はい、クラブ持っていないんで貸して。何言って、何言ってクラブ今日ゴルフやるっつったの。ゴルフやる格好じゃん、俺のベストだし。これ着なかったらゴルフやる格好じゃないよ。岐阜まで取りに行っていいよ、もう時間の千葉。はい、ボールは、ボールもちょっとごめんなさい、すいません、あ、そこに落ちてました、ボール落ちてます、落ちてます、あ、これいい、これいい、ちょっと覚えておいて、落ちてたって、落ちてこれ球、変な球だけど大丈夫ですか。大丈夫、まあ、ボールだって何言っても一緒ですか。はい、はい、あ、破ったけど、破ったけど、ちょっと手前か、あー、落ちた、おいおい、いけたじゃないか、俺の球が。何やってんだよ。ああいうプロ、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 ああいう場合ってどうなるの。あれはもうあの場から、残念ながら、俺あそこから、そうです、で嘘で戻せるぞ。はい、当てて、何すんだよ。というわけでね、あんなミラクルがあるんですね。あんまり見ない、ね、なかなかですよね、なかなか、私も、いや、そんな弾き出しちゃった、ね、ビリヤードと間違えました。何言ってんの。わけがわからんこと、そういうこと言って、それで青山さん、その学校はどこで、どんな風にされてるんですか。学校はあの岐阜羽島の新幹線の駅のすぐ裏南側で、うん、はい、どういった学校ですか。リバティインターナショナルスクールっていう、はい、その外国人の日本語、はい、外国人日本語を教える学校やってます。はい、あ、日本語、逆に日本語を教える、はいはい、そうです、いろんな学校の方が見えるんですか、やっぱり。そうですね、はいはい、留学生が、まあ、いるんですけども、まあ、まあ主にその外国人実習生ってあるんですけども、うん、実習生制度にのっとった1ヶ月の教育を、うん、そのまあ、いろんな組合さんから受け入れて、はい、まあ、教育してますね。まあ、それ全て日本人
のスタッフですか。そうです。あ、はい、これもうあんなとこで俺ナイスインだったのにナイスオンだったのに、お前あれはルール的には、いやルール的には、うん、あったと思われるところに戻す、大体のところ、はい、に戻す、はい、こんな感じだったよね、はいはいはい、ここに落ちてますからね。あ、ああ、はい、はいはいはい、さすがプロですね、はい、で青山くんのやつはその場から、その場から、はい、当てた方はその場から。本当は僕もうちょっと前に行く予定だったたられ場ないからたられ場が、はい、はい、すいません、はい、はい、大丈夫です、はい、じゃあ持ってきます。お願いします。キャディーか俺は。おお、いいんじゃないですか。おおおおお、まずまず、ナイスタッチだね。ナイスタッチ。パターがいいっす、パターが。あ、いいいい、それ僕のはい、じゃあ次ね。あー、ダメか、こっちにこけ出ちゃう。あー、弱いショート、うん、あはい、次僕ね。パスパーパッ、素晴らしい。なんかゴルフ番組みたいだねあ、ナイスパスパいやいやいや、もう僕やっても仕方がないの。いつ打っても入ります。もうやっても。いや、やりましょう、やりましょう。はい。はい。はい、ナイスボギー。ね、ああ、よかった。はい、ちょっとつけたいんですけど、ああ、どうぞ。はい。盛り上がってきたところですが、ゴルフコーナー、今週はここまで。次回、視聴者プレゼントをかけて、プロと対決します。